トルタパスカリーナは数多くのイタリアの街で様々なスタイルで作られている。通常は塩味のリグリアの代表的なケーキである。オーブンで調理される復活祭の時期の代表的な料理である。19世紀末に膨大なイタリアからの移民がアルゼンチンを呼びウルグアイに到達し、その地ではこの料理はパスカリーナと呼ばれた。時を経て、 この料理は、ラプラタ川地方の代表的な料理となった。ペルーでは、イタリアからの移民がやってきたのは20世紀に、入ってからで、この料理は、パステルで焦るがとして知られている。トルタパスカリーナ小麦粉とオリーブオイルで作った生地を、非常に薄くのしたシートを作る。下地に使うシートは、焼き型よりも大きくする必要があり、調理の、この段階では、型の外側にぶら下がっている。 二枚のシートが伸ばされ、一枚が片方の上に敷かれる。次に、ほうれん草、薄くスライスして、ニンニクとソテーした、普段草加、アーティチョーク、ケーラン、粉にしたチーズ、塩、ナツメグ、すりつぶしたマジョラムからなる具材が詰められる。詰め物にはスプーンを使って、卵を入れるための穴が開けられ、焼かれる間に、片湯で卵となる。伝統的なトルタパスカリーナは、 復活再シーズンにはアーティーチョークが高価なことから必ず普段層で作られる。次に少なくとも2枚の上側のシートを非常時薄く広げ、くっつかないように両方に油を塗り、ストローを使って空気を吹き込んで隙間を作る。型の端から内側に向かったシートを巻き、飾りのような折り目をつけてオーブンで焼く。焼き上がった時には詰め物をしたケーキは、 綺麗に膨らんでいるはずである。トルタパスカリーナは復活祭の代表的な料理である。これは復活祭の食事の頂点を成すもので、かつては主婦たちの技術の域を集めたもので、伝説では、キリストの時代に敬意を表して、主婦たちは30枚もの生地を重ねることができたとのことである。他の季節のバリエーションとしては、アーティーチョークの代わりにビート、カボチャ族、ナスや、 その他の野菜が使われることもある。ジェノバのトルタパスカリーナの存在は、16世紀に、作家のオルテンシオランドーが、カターロゴデイリ・インボントリーデッテ・コス・チェシマンギアの石、レバノの中で言及しているが、当時は、ガッタフーラとして知られていた。過去何世紀にもわたって、パスカリーナの取材料の卵やチーズは、特別な日以外には、食べることのできないものだった。 ベンティミーリアでは普段そやルリジサの代わりに野生のハーブが詰め物に使われている。この料理はアルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイで非常に一般的で、これらの土地ではトルタパスクアリナ、タルタパスクアリナ、パスクアリナと呼ばれている。ありがとうございます。